平和だった地球に小惑星アガサ616が接近し、人類存亡の危機を迎えたのは7年前。アガサ616の衝突回避ために人類はミサイルで迎撃。一度は危機が去ったかのように見えた地球に爆撃で発生した化学物質が地上に降り注いだことで、地上のアリ、トカゲ、ゴキブリなどの遺伝子が変異を起こし巨大化してしまったのです。これまでスリッパで殺していた生物たちが変異を続け、人間は食物連鎖の頂上から転落、人類はモンスターたちに食べ尽くされてしまい、小惑星の襲来からわずか1年で地球上の 95% の人間が消滅してしまったのです。そんな、すっかり変わってしまった世界で自分、キラー、ブライアン、7年もの間地下壕に住んでいました。両親を目の前で巨大生物に踏み殺されたトラウマから恐怖に駆られると固まってしまい、地上での食料調達やモンスターに対抗する戦力にならないジョエル。カップルだらけの地下壕で、壊れた AI ロボットのメイビスだけが話し相手の唯一のシングル男子でした。そしてある日、モンスターたちが地下壕に侵入。迎え撃つ戦いに出たもののビビってフリーズし、間一髪で仲間に助けられる事態になり、ジョエルはへこむのでした。冒頭の人類存亡の危機を説明するジョエルのナレーションですが、人間が食われて死ぬと壊滅的な状況なのに悲壮感はゼロ、コメディにふさわしく、動物の大量生物を変異したアリやゴキブリのモンスターたちに襲われた街から両親と車で逃げようとするのに、なぜかジョエルがシャンデリアを持たされているのもお茶目です。モンスターが地下壕に侵入し、仲間の一人を失ったジョエル。地下壕に逃れて暮らし、危険に遭遇するとフリーズする不甲斐ない自分に一念発起。17歳で生き別れになった恋人のエイミー、ジェシカ、ヘンウィック、ノエル・ジェナ、ピーチのコロニーに行くと決心したのでした。これまで危険な戦いに駆り出さることのなかったジョエルが、唯一続けてきたことがあります。それは撃退したモンスターたちの特徴と弱点をエイミーにもらった色鉛筆でスケッチブックに絵を描いて記録すること、命を落としていく仲間のために自分のできるせめてものことと続けていたのでした。そんなジョエルがスケッチブックを持って上に飛び出してモンスターに襲われ、散々な目に遭う道中、犬のボーイと地上をさすらう生存者のプライド、マイケル、ルーカ、8歳の少女ミノ、アリアナ、グリーングラッドに出会うのでした。心優しいポンコツ男子ジョエルの旅の相棒となった犬のボーイは、ジョエルのモンスターの記録に貢献。地上で生きる術を持たないジョエルの奮闘ぶりが面白おかしく描かれています。クライトとミノーはエイミーに会いたいが一心のジョエルを、前に翼を持った高貴な戦士と揶揄するのですが、モンスターに人類が食い尽くされた絶望の世界でも純粋な心を持つジョエルに優しくなっていきます。ラブ&モンスターズのテーマの一つは愛だと思います。モンスターのうごめく危険な地上で生きる術、クライドとエイミーから学んだジョエル、二人と別れ、ボーイと命がけの旅の末、ようやくエイミーの元にたどり着きます。くしくもエイミーの運営する海辺のコロニーでは、海から来たオーストラリアの元軍人ブルックス、ダン、ユーイングの船とその乗組員が到着して慌ただしい状態。海辺で危険をはらんでいるコロニーからの脱出準備に追われるエイミー、会えて嬉しいというジョエルに、エイミーは会いに来てくれて嬉しい、でも本当に来るとは思わなかった、去年愛する人を亡くしてもう昔の私ではないわと告げるのです。ただいいエンドを期待していたジョエルは見事に振られてしまうのでした。そんな時ふと自分の描き留めに向かっていたジョエルは、船長のブルックスと乗組員たちがコロニーの物資を狙う悪党だと気づきます。そんなエイミーとコロニーの危機をクライドとミノーから学んだ知恵を武器に救ったジョエル、そして自分にとって本当に大切なものが何かに気づき、仲間のいるコロニーに戻ることにしたのでした。死にそうになりながらたどり着いたコロニーにいたエイミーに一刀両断にバッサリと振られ骨折り損、脳天気で純粋なジョエルに同情を覚えながらもやっぱりと笑ってしまいます。でも自分のコロニーに時には頼らなかったジョエル、すっきりした表情、苦労を厭わずにチャレンジしたことで成長した
上での命がけの冒険で、たとえ世の末でも諦める必要はないと強く思うようになったのです。そしてモンスターたちに呼ばれ、地下や洞窟に逃れた人々に、モンスターの潜む世界は危険かもしれない、でも逃げてばかりでは未来は生まれないと、自分の描きためた記録や経験を無線で呼びかけ、希望を持って外に出て未来を作ろうと語りかけるのでした。ラブ&モンスターズは、すっかり変わった世紀末の地下壕で7年もの間過ごしてきた頼りない青年ジョエルが、恋人のエイミーに会うために地下壕の守られた生活から一歩踏み出すコメディ、アドベンチャーです。過去のトラウマからすっかり弱気な男子が主人公なだけに、勢いは一切なし、複雑なプランも装備もなく、お気楽にお出かけしてしまうジョエルの行く先々でのエピソードには、ドロドロしたところが全然的にお手本のようで、お気楽に見られます。重厚な人間のようにバタバタと死んでいく対策映画のどっか人生の視聴者にはちょうどいいと思います。ストレスですっかり弱った心にはちょうどいいうるさの作品です。ぜひご覧ください。以上、ここまでラブ&モンスターズをレビューしてきました。